何の取り柄もない男モブオ。そんなモブオの前に現れた女の子の正体は死亡フラグ。モブオは死亡フラグを回避することができるのか。全力回避フラグちゃん。幽霊につきまとわれたらどうすればいいのか。気のせいか。俺の名はモブオ、一人暮らしの大学生だ。最近妙な気配に悩まされている。常に誰かに見られている気がするんだ。はい、出たー。勝ちました。おお、死亡フラグちゃん、こんなに君が現れて嬉しいと思ったことはないよ。どうしてですか。あれを見てくれ、幽霊が出たんだ。ん、誰もいませんけど。あれ、ところでモブオさん。何。モブオさんって変態なんですか。気づかないふりをする。さっきはごめんね、死亡フラグちゃん。いえ。そしてお願いがあるんだ。悪いが今晩俺と一夜を共にしてくれないか。はぁ、って一人でいるの怖いじゃん。一緒にいてよ、死亡フラグちゃん。嫌ですよ、そんなの。そもそも君は俺の死亡フラグなんだ。だから俺がずっと死亡フラグを立て続ければ、君は朝まで隣にいてくれるのか。それって本末転倒じゃありません。というか、幽霊なんて気づかないふりをすればいいんですよ。簡単に言うけどさ。過度に意識するから余計に怖くなるんです。たとえ視線を感じても別に気にしなければ何も問題ありません。それが無理なんだってば。実は、この部屋では単に視線を感じるだけではないんだ。他に何があるんですか。一人暮らしのはずなのに、家に帰ったら美味しい夕飯が用意されていたり、シワシワのシャツにいつの間にかアイロンがかけられてたり、空っぽだった財布に3万足されていたり、俺の生活は今その幽霊によって支えられているから、気がつかないふりなんて絶対にできない。一人でつくすりだな、おい。別にいいじゃないですか、今のままで。いや、便利だけど怖いからやだよ。それに3万はパチ屋で吸った。だからきっと疫病神なんだ。何、幽霊にもらった金でパチンコ行ってんねん。結界を張る。静かなのもあれだし、テレビでもつけるか。とりあえずお茶でも飲む、死亡フラグちゃん。あれ、どうしたの。モブオさん、あれ、出たー。これ、サダ。井戸から出て近づいてきますよ。どうしよう。このままだと幽霊さん、画面から出てきちゃいますよね。死亡フラグちゃん、結界を張るぞ。結界ですか。何ですかこれ。買ってから3年間、一度も洗ってないスニーカーだ。すごい匂いだろ。つまりこれこそが結界。こんなものがテレビの前に置かれていたら幽霊は出てこれない。あの、控えめに言ってバカなんですか。あれよっしゃ、なんとか間に合ったか。モブオさん、何あれ。なんでそこにいるんだ。テレビは壊したのに。私、さっきからずっとここにいましたよ。でもさっき井戸から。いや、それは関係ないです。そういや、今夜金曜ロードショーリングだったな。いっそ仲良くなる。というか幽霊さん喋れるんだな。はい、私玲子って言います。前からずっとお話したかったんですが、恥ずかしくて。なんかこの幽霊、乙女の顔してる。実は私、モブオさんが住む前にこの家に住んでいた元住人なんです。え、ここ事故物件だったの。はい、去年の正月にうっかりお餅を喉に詰まらせて死んだんです。首をつってとかじゃないんですね。でもそれならこの家に強い恨みがあるわけじゃないんだろ。なのになんで化けて出てくるんだ。それはモブオさんが昔の彼氏にすごく似てたから。え、本当は化けて出てくるつもりなんてなかったんですけど、次に住み始めたモブオさんが元彼と同じぐらい超ダメ人間で、見ててほっとけなくなっちゃって。なるほど、だからご飯作ったり3万円入れたりしたんですね。はい、モブオさん、あの、私と仲良しになってくれませんか。無理に決まってんだろ。幽霊と仲良くなんてできるか。そんな、一日三食私が作ります。今まで以上に家事も頑張ります。あと家賃として毎月6万入れますから。私と仲良くしよう、最高の同居人さん。嬉しいです、お坊さん。レンコさん、死んだ後もダメ男に尽くすなんて切ない。面白いと思った人はチャンネル登録と高評価をお願いします。どうしようかな。立ちました。ごめんするよ。ごめんってフラグちゃん。